主任のポートレース。はい、皆様明けましておめでとうございます。主任です。雄平は相変わらず来ておりませんが、今日から新年ね、ここもどんどん進めていきたいと思います。さあ、ここは徳山1レースモーニングですね。モーニングを攻めましょうってことで、朝早いんだけどモーニングやっていきます。135、そして雄平祭15、ジョージ145。さあ14になる。しかし2が残る。残念。今月からですね、新しいシリーズを始めていこうと思っておりまして、3人でココモをやっていきます。で、僕が、先月先々月と1000円レートでやってたんですが、1000円はね、ちょっと的中率がやっぱりね、上げきれない。途中どうしても損切ラインが早めに来てしまうので的中率が上げれないということで、ココモに向いてないという結論を出しました。で、ジョージがね、回収率ものすごく良かったんですよね。 200% 超えてましたもんね。はい、この前の結果ここ出しておきますね。で、これを見ると、まあ雄平はね、下手だからしょうがない。で、僕が1000円でちょっとね、的中率上げれなかったので、1月はちょっと番組的にこれ面白いのかって僕も未だに疑問なんですが、3人で100円ココモやっていきます。一番下のレート、その代わり、終えるとこまで追います。なので、ちょっと今月はそのやり方でどうなるかっていうのを検証していきたいと思います。はい、ここはもう外れてるので飛ばします。次いきます。はい、じゃあ徳山にレースいきます。ここも2回目、まだ100円です。100円レートの弱点ってここなんですよね。全然最初が面白くない。だから、まあ最初1000円とか500円でもいいんじゃねっていう説もあるんですよ。ただ、そうなるとね、勝った時のやっぱうまみが薄くなっていく。これ51あるよ、51あるよ。ただ3メイちゃんがいない。3が来ない。あー、51。はい、徳山3レースいきます。早いね、もう3レース。まだ10時にもなってないのに。モーニングは早い。さあ、ここは、僕が135、あ、枠なりになってる。展示では片岡さんがね、入ってきてたんだけど、4が行く、桃花ちゃんが行く、逃げる、145が3着になるとでかいんだけどな。お、2が来た。雄平が当たる。ん、僕が、あ、本当やね。142が雄平、124がジョージ。ほら、124来い。さあ、200円ゾーンですよ、まだ。当たっていいのか、こんなところで。さあ、124か142か、142っぽいですね。初当たりはなんと雄平。ここにいない。あいつ、手元資金が10万円からスタートします。で、1年間かけてこの10万円がさあ果たしていくらになるのか。もう追加投資はしません。もう終わり。終わる。なくなった、終わり。終わる。番組終わるか、もう勝つかのどっちかですよ。はい、なるべくしない。もう今日で終わるかもしれない。可能性はありますね。まあ、それぐらいちょっと覚悟を持ってね、ここもやっていきたいと思います。で、うん、まあ10万円、されど10万円ですよ。しっかり価値を刻んでいきましょう。まずはね、今年初当たり、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、徳山4レースいきます。雄平は当たったので抜け。ちょっとね、新しいルールとして当たったら抜けるっていうのをやっていこうかなと思っております。1人残る可能性がある。さあ、もうココモはもう鉄則、当たったらやめるっていうの鉄則です。100円レートだろうが1000円レートだろうが、やることは変わらない。しっかり稼いでいきたいと思います。さあ、4レース、ハミネちゃんが3コース、いいスタート。セイナが、まあ、このメンツで小野セイナですよ。そら逃げる。あれはそっち側、いい、いや、1、3にはなる。わら、行くね、ハミネちゃん。
で、2が飛んでいくと5が来るよ。さあ、ジョージが一人残りになる可能性が出てきた。ジョージの一人残りきついね。さあ、うまく、うわー、1、3、5になる。なるぞ。初1、3、5あたりにこれはなりますよ。しっかりくっつけて、外を回してその間をスルッと5が来る。ハミネちゃん、そこは内側からよ。いやさあ、ここで握っていくハミネちゃん、握れない、狭いと狭いとこぶち抜いていった。おお、すごいすごい、やば。これはちょっと最後まで、さあさあ、無理。いやー、1、3、2惜しい。あれ、ちょっと欲張りすぎたな。ただね、言っても300円。うん、次行きましょう。はい、じゃあ徳山5レースいきます。ここも5回目、掛け金が500円になっております。まだやはり比率付きではそこまでない。ただ本当長い目でやっぱココモはやらないといけないので、こういうところで本当ちょこちょこ当てて、結局チリも積もればっていう話ですよね。うん、はい、1ヶ月終わった時に、まあ、2、3万浮いてればね、別にお小遣い稼ぎとしては十分かな。やっぱ2が来るね。あらららら、これ4も行くぞ。4も来てるね。あらららら。で、うわー、つっぱい。1、3、2、来い。これはもうね、ダメです。もうカット、カット、こんなのカットです。はい、じゃあ徳山6レースいきます。金子千穂ちゃんの陰線です。つまり人気がない場所なんだけど、みんなが思っているより金子千穂ちゃんはね、僕は走れる選手だと思ってます。まあ1着はここ難しいかなとも思ってるんですが、横の黒沢さんもね、スタートちゃんと行くんでね、難しいと思うんだけど、池田博美さんもね、あのまくり出しぶっち込むんでね。あ、でも3がどうだ、若干遅れて千代ちゃん合わしたよ。さあ、ちゃんと回れば逃げれる実力はある。上行かれたら難しいか、黒沢は。あー、6もちゃんと来てるけどね。はい、じゃあ徳山の7レースいきます。ここも7回目、夕平だけ抜けて、僕とジョージが残ってる状態で、掛け金1300円。やっとこの辺からまあ当たったら面白いかなというところになってきます。さあ、ただここからね、もうすごい加速度的に掛け金上がっていくので、しっかりここの 1,2,3 回ぐらいでね、当てていきたいところではあるが、いやー、ちょっとうわー、5が覗いて、ジョージの1、2、5が濃厚。お、いや、うわーい。あー、やらら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 、ら来そうやったのにな。あらららららら、ら、ら、これは、2、3。はい、じゃあ徳山8レースまで来ました。来ましたね。先月までのルールだったら7回損切りしてたので、ここまでだったんですが、今月からは100円レートで、12回損切りラインにしてますので、まだまだ、まだまだじゃないけどね、余裕はあります。この辺です、勝負どころはこの辺。そして6号艇のちーちゃんが、まあ、当然人気はするんだけど、まあ、クイーンズクライマックスの優勝戦でもね、6コースから入ってこれなかった。やっぱ勝負感がね、そこまでやっぱ戻ってないなっていう印象で、1、2、4にしてるんだけど、僕これ当たるかもしれない。本当やね。切れろ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 。ただね、宮本さんが抜かれる可能性はね、十分あるんですよ。で、新田由里のモーターはかなりいいから、ここは1、2、4できたらめちゃくちゃ熱いぞ。え ?1、2、5じゃないの。ああ、いや5にしたんだった、俺直前で。俺1、2、4、30倍ぐらいついてたから、ここに行こうって思ってたから。いや、でも宮本さん抜かれるやろって思って、あーしくったやるー。あーしくった。俺1、2、4買ったつもりだったんだ。
いや、そうやろ。でも変えてる、語にしてる。あらあら、しくっちったー、やっちまった。6番コースだったのにやってもうた。完全に揺るがないね。うわー、引っ張られたやっちまったはい、じゃあ徳山9レースいきます。ココモが9回目になりました。掛け金が3400円。おー、ここね、ここが当たると一番気持ちいいゾーンに入ってきておりまして、ハミニちゃんのね、陰線です。ちょっとやっぱり信頼度には欠けてる分、オッズはまだね、ちょっとふわっと上がってる状態。ただ僕はもう十分信頼していいんじゃないかなと、さっきのレースを見てもね、思っております。さあ、スタートは揃って、これの形な、あ、上行かれたら無理。うわーい、あらららららら、危ない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 、あーあー、うわ、あらー。はい、徳山10レースいきます。新年早々、なかなかひりつく展開になってきました。これぞココモ法、うん、ね、追い上げですよ。こっから一発当たればいいんだから。そうそう、一発当たればいいんだから。そしてここは徳山1-2の上ですよ。なぜ1-2の図がこんな高いんだと、うん、僕はもう怒りの3連単さあダメだ。はい、4が行きました。4誰だっけ。え、誰だよ。4、いや、抑えて、いや、ななちゃんがズバッと。おー、田村さんか、4はね。5-2-6。はい、徳山11レースいきます。ココモが11回目。ストレート早速ストレートでここまで来てしまった。上司が1-2-3、1-2-4の3連複2個、これも元返し狙いで、僕が1-3-4、3-4の、3連単、これもまあ大体元返しちょいプラスアルファぐらいかなっていうところで予想しております。もうここは5、6は大丈夫。もう内側4艇で決まるのは見えてる。で、まあ、4、5艇ね、西橋選手のモーターがかなりいいので、1-4-3個人的にはね、なるんじゃないかなと思ってますが、さあしっかりまずはね、インが逃げてくれれば OK で、森岡さんがね、軽視はできない。さあいいよ、逃げ体勢で差しに行く。りょうちゃんが来るが、壁にしっかり1、よし1-4-3やろ。こうなったら1-4-3。お、これ当たりそうやね、はい、僕が、これ高めですよ、高め、1-4-3が高めですよ。ここが当たれば今日はね、だいたい帰ってくる、うん、いや、できたやろ。 OK、1-4-3。 おお一番いい。はい、OK、 耐えた。おお、よかったよかった。1-4-3が 9.7 倍あって、そこに4400円入ってるので、いや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 、高めで積もらしてくれ高めで積もらしてくれ。差が出たね。いやー、今ミスったね、うち迷ったね。あー、高めで積もらしてくれな。 5.8 倍しかないやもう無理よ。あー、ぶつかった。もう何しようってやって、何しようってやって、この暴れてる、約4倍違うよ、オッズがおい、16,000違うぞ。いや、無理に言って6とかに抜かれんなよ。いや、本当だよね。うわ、1-3-4の素直に一番人気でしたね。うん、まあ、ここはちょっともう分かんないかったから、分けて正解は正解なんだけど、これじゃあ元も返せないいやー、まあ、ここも方はまあね、こんな感じ。ただまあやっぱ長く勝負できるっていうのは、うん、いいかもしれない。精神的にね。ね、安心感はあるね。おお、当たった。OK、1-3-4。まあとりあえず今年一発目。まあそこそこ。そこそこっていうか、まあガミってんだけど、トータルで見ると。まあいいですよ。こんな感じで勝負していきましょう。
はい、ご視聴ありがとうございました、結論からいくと負けました。1万7000ぐらいかな。で、僕と雄平はプラス、ジョージが大幅マイナスになっております。やはり12月はビギナーズラックだったのか。で、ココモのここのね、1月のルールとしては、まあ今まで通りのルールで、レートは100円3人でいきます。で、3人中2人が当たったらやめるっていう風にしていこうと思います。はい、ただ今日に関してはちょっともう最後はね、大きくなる前にちょっともう分けて買いました。まあそうやって当たればプラス、当たらなくてもまあトントンを目指すっていうような買い方をして、回収率がどのくらいいくかっていうのをね、まあ3人100円レートで1ヶ月間やっていきたいと思います。まあココモがね、これが一番いいよっていうのはまだ答えは出ておりませんので、まあどういった買い方がね合ってるのか、皆さんと一緒にね考えながら買っていきたいなと思います。あくまでもココモなんでね、絶対ではありません。資金バーストする可能性は十分あるので、その辺は気をつけながら皆さん一緒にね楽しんでいけたらいいなと思います。それでは今年も皆様どうぞよろしくお願いします。